キッド、この層の調査に当たってくれ。俺はあのシャトルを調べてみる。それと、この層のガードロボを相手にして、VF の操作に慣れておくんだ。いいな。どうやらこのシャトルは AMC の連絡員のもののようだな。中には誰もいないようだ。キッド、とりあえず、その辺をうろついて、VF の操作に慣れておけ。ガードロボぐらい簡単に倒せるようになっておけよ。センサーカメラがクリアな画像を送ってきやがらないぜ。ボス、ハムレットのマップを送ってくれないか。わかった。ちょっと待て。全員に配る。これがハムレットの全体マップだ。各フロアの詳細はこれではわかりづらいかもしれんが。てことは端末かなんかから情報を得なきゃならないんだ。そうだ。端末やエレベーターの所在までは、このマップではうまくつかめんようだからな。わかった。気をつけて行動する。
ないよ、ボス。私らの動きをガードシステムが追いかけてるみたいだわ。どうしたらいいのさ。ガードシステムが俺たちを邪魔者扱いしているようだな。まだ私がセキュリティシステムを操作してくれるまでは攻撃を受けるかもしれん。ガードシステムへの攻撃は認めるが、ハムレットの施設に損害を与えないように気をつけろ。了解。キッド、もう VF の操作には慣れたか？そろそろ本格的にこの層を調べ始めるんだ。俺は先にシャトルのブラックボックスを調べてみる。よろしく頼むぞ。エレベーター1は急走直通のエレベーターだ。採掘場の資材を運ぶための専用エレベーターなんだな。今は乗る必要ないな。層に着いた途端ガードロボの待ち伏せだ。いつセキュリティルームにつけるか分かったもんじゃねえ。こちらマリア。今エレベーター5の前にいるわ。エレベーター5はどうやっても使えないみたいよ。電源が来ていないのかしら。この先に通路が続いているけど、どうやら行き止まりみたいだな。
端末だ。パスワードを入れてくださいか。数字が刻印されているカードだ。21832498875320。何の番号だろう。5桁の数字が3つ刻印されているカードだ。特に使う必要はないな。5桁の数字が特に使う。端末だ。パスワードを入れてくださいか。端末だ。パスワードを入れてくださいか。端末だ。パスワードを入れてくださいか。ラッキー。第一層のフロアデータだ。グリフォンのコンピューターに転送しておこう。エレベーター4だ。2層と9層以外に止まるようになっている。今は乗る必要ないな。
担当区画だぜ。俺に任せておいてくれよ。おっとキッド、そっから先は俺の担当区画だぜ。俺に任せておいてくれよ。今はこのエレベーターに乗る必要はないな。カードキーのスロットがある。カードキーがなきゃ開けられないな。マップではこの先に通路が続いているけど、どうやら行き止まりみたいだな。
ップではこの先に通路が続いているけど、どうやら行き止まりみたいだな。カードキーのスロットがある。カードキーがなきゃ開けられないな。今はこのエレベーターに乗る必要はないな。今はこのエレベーターに乗る必要はないな。おっとキッド、そっから先は俺の担当区画だぜ。俺に任せておいてくれよ。
とりあえずその辺をうろついて VF の操作に慣れておけ。ガードロボぐらい簡単に倒せるようになっておけよ。高速シャトルだな。カーゴスペースのハッチが開けたままになっているぞ。中にあるのは医療用の輸送ポッドだな。今はこのエレベーターに乗る必要はないな。今はこのエレベーターに乗る必要はないな。隔壁だ。カードキーのスロットがある。カードキーがなきゃ開けられないな。カードキーだ。ここでは使えないな。隔壁だ。カードキーのスロットがある。カードキーがなきゃ開けられないな。
に通路が続いているけど、どうやら行き止まりみたいだな。この先に通路が続いているけど、どうやら行き止まりみたいだな。機体修理用のリペアユニットだ。これでよしと。エネルギー補充用のパワーユニットだ。これでよしと。シールド補強用のアーマーユニットだ。これでよしと。これでよしと。カードキーだ。ここでは。
だ。カードキーのスロットがある。カードキーがなきゃ開けられないな。